こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、最強の夏着物のコーディネート術をお伝えしたいと思います。最強の夏着物のコーディネート術3選をお伝えいたします。皆様はこの夏お着物を楽しまれる方も多いと思いますが、その時のコーディネートがどう違うの？いつもと同じでいいの？どうしたらいいかしら？って思われていますか？はい、思っていなかったらブーですよ。夏には夏のコーディネートがあるんです。それを知らないでいつもと同じコーディネートにするとあんまり素敵に見えないかもしれませんね。今日は私が最強の3選をお伝えいたしますよ。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様が中級上級へと進んでいただくためのたくさんの情報を発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さて、夏着物のコーディネート術ですね。今日私は夏着物を着ております。黒い訪問着と白いスクロービです。こんな夏着物のコーディネート、コーディネートって調和ですよね。例えばこの着物にこの帯を合わせるのか、他の帯を合わせるのかとか、帯締め帯揚げは何を使うのっていう風に調和させていく、このコーディネート術です。このコーディネート術が、夏には夏のやり方があるということなんですね。今日この動画を最後までご覧いただきますと、皆様は夏の着物のコーディネート術が巧みになって、素晴らしい着物姿でこの夏を過ごしていただけると思いますよ。まずですね、夏というものを考えてみたいと思います。それによってコーディネートが違ってくるんですよね。夏は何と言っても暑いです。ですから暑さ対策っていうことは考えると思うんですね。どの着物が涼しいかしら、どの帯が涼しいかしらって考えると思います。でもそれらを組み合わせて着る時のコーディネートも一緒に考えないと、涼しいかもしれないけど素敵じゃないかもとか、どうしてこの帯を合わせているのなんていうことになったら嫌ですよね。ですから今日お伝えする3選をしっかりとご自分の夏のコーディネートに取り入れてください。それでは夏の最強のコーディネート術3選の3番目をお伝えいたします。3番目、それは素材感です。素材感をすっきりさせるということですね。夏のお着物の素材感はすっきりしているものが夏らしいんです。今日の私のお着物、夏のロの訪問着です。すっきりしてるでしょう。すっきりして夏らしいと思いませんか？すっきりしてるってどういう意味っていうと、ブツブツ感とかゴツゴツ感がとか、ふわふわ感がないんですね。素材的な複雑さとかボリュームがない。生地も薄いですよね。あんまり厚くないですね。そして透けています。ということで、薄くて平坦でゴツゴツしていなくて、そして透け感があるんですね。これはロですので、全くの平らではないですね。ロ目があります。そういう点ではロの模様はあるんですけれども、全体感としてとてもスッキリしていますよね。このようにスッキリした素材感のものが夏らしいということになります。これはフォーマルな訪問着なんですけれども、私のカジュアルに着るお着物、大好きなお着物、これもスッキリした感じなんですね。全くの平らな生地ではなくて、織り模様はあるんですけれども、でもそれもすっきりした感じがあります。それからこちらのお着物もそうですね。これも夏の無地感覚のお着物なんですが、折り目として格子は入っていますが、薄くてで厚みがなくて、そして透ける感じのすっきり感があります。はい、このようにですね、すっきりした素材感がある
ということがとても重要な夏着物らしいというポイントになるんですね。厚みがあるとか光沢があるとか重さが感じられるっていうのは夏らしくないです。私が持っている夏の着物でこれどうも夏らしくないわというものもあります。それはこの着物なんですね。これは夏大島紬ということで買ったんですけれども、これ夏っぽくないんですよ。夏大島ということなので少し薄いんですが、そして私は一重に当然して夏に着たいと思ったんですが、生地もそんなに薄くないですよね。それから見てください、銀糸、銀の糸が入っているんですね。薄くて細い銀の糸が入っています。このような豪華な感じが入りますと重い感じになりますよね。でフォーマルなお着物ならば夏でもいいかもしれませんけども、これシャレ物です。シャレ物にこういう銀の光る素材が入っているとちょっと涼しさが感じられないですね、素材に。ですから私はこれはもう一重に着てしまっています。一重に重宝するお着物になっているんですね。ということで夏の涼しさという点ではこれは涼しいものとは思えないので、夏の涼しさという観点で考えるなら、こういうその金や銀が入ったものというのはあんまり夏っぽくないですよね。こっちはこれは金が入っていますけれども、これはフォーマルなので夏のフォーマルな帯としていいんですけれども、カジュアルなものに金や銀、銀糸などが入りますとどうも涼しそうに見えない、それから夏らしく見えない、それからカジュアルっぽく見えないっていうことが出てきてしまうんですね。最強の夏着物のコーディネートとして考えますと、やはり涼しさというものもポイントになりますよね。涼しくて夏らしいっていうことがコーディネートの中に必要になりますので、重々しいような風合いとか厚みとかっていうものが夏らしくないです。夏の素敵なコーディネートにはなりにくくなります。ということで3番目は素材感をすっきりさせるということです。すっきりした素材感のものが夏らしいということになりますよ。次はですね、夏の最強のコーディネートナンバー2、それはですね、甘さを入れないということです。甘さ、キャンディーとか砂糖ではありませんよ。甘い色合いとか甘い雰囲気ってありますね。つまりシャープとかきちんとしたとか張りがあるとかではなくて、甘さです。ふんわりした曲線とかふんわりしたぼんやりした色合いなどですね、そういうものは夏らしくないんですよ。ですから夏にそういう色を持ってくるとか柄を持ってくると夏らしく見えないですね。素敵な夏らしく見えないです。甘さという点で、例えば優しいピンクっていう色を持ってきますと、その可愛さを出すという点ではいいんですね。それからピンクの個性の方が自分らしく可愛さを出すような場面ではいいんですけれども、夏らしいように装いたいときはこのピンクを使うよりは、例えばこの帯揚げ少しシャープな強さがある、そして線もシャープですが、この色を入れる方が夏らしさが出るんです。はい、甘さを入れない方が夏らしくありませんか。このピンクを使うのでしたら、これはもう一年中使えますよね。一年中使えるんですが、夏らしくはありませんよね。夏らしくしたいなら、甘さを入れないとか、キリッとしているとか、少しはっきりした色とか、はっきりしたコントラストですね。この色ですと、さっきのこの優しい色よりは、少しこれぐらいの色の方が、その夏に対して対応できるというか対応できます。これですと優しいという感じはしますけれども、夏らしいではないでしょ。どうしてもピンク系を使うような時はこのような色の方がまだその夏に対して
調和するのかなと思いますね。ですからこの水色のような色の方がクールな感じがして夏らしいということになりますよね。今日私はこの緑系の色を使っていますけれども、こういうものにしまして、例えばここに青い帯締めをすると一層キリッとしますよね。キリッとして強い日差しに立ち向かえるような雰囲気になりますよね。ということで甘さを入れないということです。今は色でしたけれども、柄にしてもふんわりした色よりはシャープな色の方が夏のキリッと感は出ます。例えば今日私この波とそれから千鳥の帯を締めていますね。波がたくさんあって金糸が入っていて千鳥が飛んでいます。はい、このようにこう波は力強いのですが千鳥は可愛いです。ですが白い地色に対して白い刺繍ですから色数が少ない、同じ色を使っていますよね。これってコントラストがシャープになるんですね。普通でしたらせっかく波を表現している、千鳥を表現しているので少し地色の色と変えましょうっていうふうに考えるかもしれませんけれども、夏というものを考えますと白に白の方がパキッとしてるんですね。パキッ、コントラストの良さ、メリハリの良さです。このぼんやりしないとか優しくないとかふわふわしないとか連続してなんだか変わっていく、なんだか変化するというようなことではなくて変わらない白だけ、そこに金でメリハリがある模様が入っている、これぐらいの方が夏というものに対して調和するということですね。この帯を見ますと金の刺繍だけが白に対して違う色ですから、白金の帯なので豪華さが出てシャープですよね。そしてこれはどう見ても夏帯ですよね、ということになります。ということで2番目は甘さを入れないコーディネートをなさってくださいということでした。さてナンバーワンいきます。ナンバーワン、それはですね、色数と柄数を減らすということです。色数と柄数、それ何って思われるかもしれません。色数っていうのは全身で何色使っているかということです。そして柄数っていうのはここにどんな柄がたくさん入っているのか、帯にもどんな柄が入っているの、帯揚げにも柄が入っているのっていうように柄ですね、全体に入っている色の数を少なくしましょう、それから全体に入っている柄の数を少なくしましょうっていうことなんです。これは夏の暑さというのが人の思考力を麻痺させる、疲れさせてしまうんですね。ですからあんまり複雑なものをたくさん見たくない、たくさんの色が疲れるとか、たくさんの柄を認識するのが嫌になっちゃう、言葉では言いませんし頭で考えてないんですが、たくさんの柄のものをが夏らしくない、それからたくさんの色のものが夏らしくない、もっとすっきりしてる方が夏らしいと思う感覚が共通な感覚として人々の中にあるんですね。ですからそれに対応できるように夏の着物姿は全体の色数を少し減らしましょう、それから柄数を少し減らしましょうということです。はい、色個性診断で個性のタイプは6個ありますね。はい、色個性診断ファッションを受けていただくと皆様の個性はしっかり把握していただくことができますので、それをお早めにお勧めいたします。その中でピンクの個性が強い方はたくさんの柄物が好きです、たくさんの綺麗な色が好きです。それから茶色の個性の方も複雑な込み入ったたくさんの柄が好きですねっていうふうに、複雑なものや多くの柄を愛す2つの個性の方がいらっしゃいます。この方たちも意識して少しだけ色数を減らす、柄数を減らすなどしていただくと夏らしいおしゃれなコーディネートねということになると思いますよ。それから私のように紫の個性が強い人は全身を3色でまとめるといいんですね。ですが今日は黒、白、そしてこの緑なので
白は色数に入れないと言っています。ですから黒と緑だけなので2色ですね。ここに少し柄がありますけれども、まあ 2.1 色ぐらいでしょうか。そうなると私が数年してベストな色数3色よりも色数を減らしています。でもその方が夏らしいですね。夏らしく見えるということになりますよ。このように色や柄の数を減らすということで夏らしく見せることができるんです。皆様もぜひ挑戦なさってください。このようにですね、季節によって色数や柄数はいつも同じではないですね。そして複雑さですとか素材感も違ってくるんです。ですからそのことを意識なさってコーディネートしていただくと、皆様の着物姿はどんどんバージョンアップして一層素敵になるはずなんですね。ご自分らしさを追求するということも大変だと思います。でも素敵なコーディネートになるためには自分らしさを追求しないわけにはいきません。素敵な人を見て私はあの人のようになりたいわと思っても個性が違うと絶対にその人らしくならない。同じようにしても素敵にならないですよ。あなたの個性に合う素敵さを作っていかなくてはいけないです。その時にそれぞれの個性に合う色数とか柄数とか色があります。それから素材感もあるんですね。それらをしっかりと把握していただいて、それを季節や TPO に合わせて使い回すということをなさったら最強です。着物で似合うということを知るとか追求するということはかなり難しいと思われているかもしれませんが、ご自分の個性がわかる、そしてそれに合う色や柄を使いこなすことができる、相手に合わせて季節に合わせて立場に合わせて状況に合わせて使いこなすことができるようになれば、こんなに嬉しくて楽しくて最強なお着物はございませんよ。それができるのはお洋服よりも着物の方が効果的に強くできると思います。それは着物の色や柄や素材感が豊富にあるので、自分の個性に合わせる、強く合わせるということができる、そして強く素敵にすることができるんですね。ただそれを間違うととてもおかしいです。あの人が素敵だから、そしてこの先生の作品が素敵だからそれを着ましょう、では素敵にならないです。あなたらしく素敵にしないといけませんよ。公式 LINE にご登録いただきますと、素敵な着物姿にするための似合う図を無料でお渡ししておりますので、ぜひそれをお使いください。また色個性診断ファッションでご自分の個性を診断なさってください。また実際のお着物や帯のコーディネートに関してのアドバイスは着物選びのお手伝いでアドバイスさせていただいております。そちらをご利用くださいませ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。